バブルの女 BMW の E30 六本木のカローラ味だよ。でかい足出しちゃった。美しいじゃないですか。100円ベイベーですね。80年代終わりはね、これでみんなで4人で海行ったわけですね。うん、バブルだよ。バブルバブルですね。他にないならここに来い、車選び .com。 皆さんこんにちは。本日の車選び .com、 検索しても出てこないかもしれない。これはなんかちょっとバブル期の女の人がここに、あーなんかね、バブルの女、バブルの女がいますよ。失礼します。あ、いたね昔。六本木のカローラから出てきました。どうも、相沢奈々子です。イエイ。バブルの時いたこういう女、でもバブル時の女の人はイエイとか言わないと思います。言わないですね。わしょい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 。まああのボディコン着てね、ジュリアナで踊ってましたけど、そう、というわけで六本木のカローラです。はい、これ車選びで出てくる、これないよね。1台だけ出てきました。おそういうレベル。 BMW の E30 という方ですね。3シリーズね、はい、この車両自体は1989年式、はい、で大体売ってたのは1983年から、うん、まあ、カブリオレは93年まで買ったようですけど、はい、もうだから30年前ですよ。このエクステ可愛いじゃん、ほら。これワイパー、ヘッドライトのワイパーですね。ねえ、ライトワイパー。ライトワイパー。ボッシュや、ボッシュ。エクステ可愛いだろう。なんかまつげパパパみたいな。こういう時代よ。多分これもう錆びてるから動かないと。動かない、動かない。もう買った時から、オーナーさん買った時から動かないそうです。で、まあ、今日はね、たまにはこういう車を取り上げましょうかっていう。てかさ、いくらで出てきたのこれ。これオーナーさん、これいくらで買ったの。これだいたい100万円くらいで。よし、だそうです。いただきます。100万円で、5年前。5年前です。5年前に100万円で買って、個人売買でなんか長野県茅野市のフレンチレストランに行ったら、これに乗ってる人がいて、それに一目惚れして売ってくださいと言ったという。そう、感じらしいですよ。六本木のカローラ、はい、それがですね、今ねすごいんですよ。その車選び .com で出てきた1台は250万しましたから、めっちゃ程度いいの。ね、250万、新車価格500万円ちょっと。それ程度いいんじゃない。やっと思いますけど ね。ただ見るとやっぱ中古車いろいろ見てみると250万円がなんかね、 E30 今ねボトムぐらいで、高いやつはもう800万とか。うわ、そうでしょ。 M3 じゃないんですよ。 M3 だったら分かりますよ。普通の3シリーズで250万から800万ぐらい今流れて、まあ、もちろんもっと安いのもあるのかもしれないけど、どうだろう。もしくは安いのはもうどんどんなくなっちゃってるのかもしれないよ。そんなピンキリがあるんだ。六本木のカローラですから。で、そう、今なんでね六本木のカローラかって言ってると、まあもう年配の方はね見てて知ってると思いますけど、バブルの時にね、土屋さんはバブルの時に六本木いましたか、出入りしてましたか。はい、いましたよ。その時やっぱいっぱい走ってたんですが、まあこういうベンツもそうだけど、ええ、まあベンツは C クラス、ベンツ C クラス190、うん、BM.com で、はい、3、うん、だから小ベンツとか小 BM とか、もうその六本木のカローラはいっぱいいた。バブルの頃は、ミニバブルの頃ね、六本木でいっぱい走ってたと、うん、はい、いうこと。車選び .com、 車選び .com、 中古車なら車選び .com、 車選び .com でいい車を探そう。土屋さんなんて懐かしくないですか。レースで、まあ、これ M3 乗ってましたよね。M3 乗ってた。88年、そう、グループ A、コスモオイル M3。そうそうそう。ですね、シエラになる前ですね。うん、そうそう。で、GTR、32GTR の前がシエラで、その前が E30 の M3 乗ってたんですね。懐かしい。で、これ3シリーズとしては2世代目で、ライバルはまあ今土屋さんが話してたように、うん、まあ、190とメルセデスベンツ、ね、メルセデスベンツで、ボディは今日はカブリオレですけど、まあ、セダンもあり、クーペもあり、うん、ワゴンもあり、カブリオレと4パターンあったと。これでもなかなか日本で見ないね。今は見ないし、一時期いっぱい走ってましたけどね、バブルの頃はね。バブルの頃はね、はい、これあれらしいですよ、2代目の3シリーズはドイツ車の86って呼ばれてるらしいですよ。なんとかね。でもニュール行くと確かに、まあ、これとかこれの次の世代の3シリーズのマニュアルってみんな結構乗ってるんですよね。だから気軽、安くて気軽に乗れて、それでまあ壊れたらもうあーみたいな感じでぶつかったりする。その86の、まあ、
そうですね、走れる車として、うん、まあ、みんな割安にこう楽しめるっていうのは、いや懐かしいわ。キドニグリルちっちゃ、キドニグリル、あっちの80年代、あっちの頃最新の BMW ありますけど、うん、このキドニグリルの大きさの違いよって感じですね、うん、お弁当箱サイズですわ。うん、うん、そう、あれは重箱だ、これ張り替えてるねと思います。なんかね、この車はいろいろ変わってて、例えばレザーな、あの中身レザーシートじゃないですか、うん、これ日本で入ってきてるモデルは正規モデルは本当はレザーシートがないと。あ、そう。でもこれ本国の部品をつけてあるって言ってますね。マジで、とかいろいろパワートレイン系も実はこれなんか本国のにごっそり変わってるそうです。あ、そう、っていうなんかこだわりの仕様ですね、はい。でちなみにこれカブリオレは日本に入ってきたのも、今日 325i なんですけど、うん、左ハンドルしかなかった、うん、はい、まあ、この時代はさ、はい、右ハンドルなんかないよ、まあ、少なかったんですよね、うん、この時代は本当みんな、うん、メルセデスも何でも左、もう3シリーズちっちゃい、この当時あの全長4325mm、これあのホンダフリードレベルですよ。フリード、さすがにフィットとは言わないけど、フリード、ホンダフリードと同じぐらいでコンパクトさですからね。へえ、これね、うん、時代を感じるな。あ、ガシガシだ、うん、時代を感じる。これこのエンブレム、そうですね、ちょっとこれね、あの味があると言うべきか、なんと言うべきか、味だよ、味がある、ね、出てますね、味ね、あ、リペアしないんだよこのオーナーは。そう、そういうことですね。で、あのリアスポイラー M テクニック、最近 M テクニックっていうね、あのあんま聞かないですもんね、今、まあ、M ですね、うん、無限かと思うよな、M テック、そうですね、あ、M テック、うん、はい。で今日の車325i なんで6気筒、うん、まあ、320i と 325i は6気筒で、6発なんだ。そう、318i は4気筒と、この時代、うん、あの今ね、もうほら日本ね、最初の BMW5 シリーズなんかでも4気筒が当たり前ですから、うん、6気筒ないですから、うん、まあ、そういう時代から考えたらもう優雅ですね、これね、6気筒積んでこのサイズ。どんなオーナーが乗ってんのかね、この車って。はいはい、私知ってる、私知ってる、いや知ってる、知ってる、はい、どの人、こういう人、この人、この人、この人。車、車選び .com のカメラマン、矢口と申します。矢口さんです、イエーイ。なんかだってミニも持ってるでしょ。ミニも1キロね、特集していただきましたね、うん、赤いやつね、ボロい、ボロいミニね。ボロいミニって言わないでください。ボロいミニじゃないの。そう、それからだっていつもハイエースで来るでしょ。ハイエースと、うん、今持ってる、はい、うん、うん、その中の BMW が一番最初の車で。なんでこれを選んだの。たまたま、うん、ちょっとさっき話ありましたけど、長野の茅野市にあるフランスのレストランに泊まってて。何しに行ったの、あなたは。デート。たまたまね、本当に僕と同じ友達が行って、うん、でそこで見つけてきて、うん、ヤグちゃんこんな車あるよっていうことで、うん、それで紹介してもらって、うん、オーナーさんがちょうど年齢で降りるってことだったので、そう、それであのすごく良くしてもらって、条件も、うん、僕その時すごい金なかったんですけど、うん、なんとかローンで、うん、そろそろ払い終えるんじゃないですか。お、あ、そろそろ払い終える、多分今月か来月ぐらいで。ちょっと待って、100万の車5年ローン。いや、もうそれぐらいお金なかったんですよね。でも夢はありますよね。そう、今社長だよ。おい、今社長よ。やる、今、ね、そう、 T シャツまで一緒。あ、 T シャツね、これユニクロの UT ですね。ユニクロ、ユニクロで作らせた、うん、あの、ありました、既製品コラボで、グッズであるんだ。そうか、HRC コラボとかも売ってますからね、ユニクロで。そうなんですよ、はあ、HRC コラボどこでもやってますよね、うん、確か、うん、マジで、あのなんだっけ、マウジーだっけ、ギャルブランド、はい、ギャルブランド、マウジーで、でもね、HRC のコラボあるしね、今度着てきますわ。いらねえよ。HRC です。ほう、まあ、アパレルとコラボするぐらい有名な車両ということですな。まあ、そういうことですね。なるほどね、はい、そういうことか、はい、これは4人乗り。そうですね、カブリオレ、これで屋根開けていいものなのか、オーナーさん開けてよ。あ、わかりました。猫が縛んなくなっちゃうとかさ。そう、あのバキッとかいっちゃうとかあるって怖いんですよ、こういう車は。怖いわな、うん、すごいホイールもなんか見たことないエンブレムみたいなついてる、うん、え、アルピナ、アルピナっていうのは、そう、 BMW をベースにオリジナルの車両を作る。 AMG みたいなもんや。そう、おー、なるほど。お、 M スポーツみたいなもんや。 M スポーツ、アルピナ、これが言ってた、お、長野の家族です。なんかオーナーさんのつながりが見える感じ、うん、いい、よきよき。え、
小野さん、これ電動じゃないの、もしかして。電動じゃないの。やっぱ開けるのにちょっと時間かかります、ね、この時代はさ、電動なんかないっての。そうですよね。知ってて突っ込みました。1980年だよ。そうです。80年代さ、89年式ですね。はい、だからすごいテントみたいな。土屋さんがコスモイル M3 に乗ってた翌年に作られてます。折りたたみ式テントみたいだね。テントみ、そうですね。そうですね。うん。折り込んでからいけないんです。うん。ああ、へえ。テント。え、オーナーさん、これ車手かかるんですか？壊れたりするんですか？今までは、特にエンジン系とかはなかったです。うん、ヒューズ変えたりとか、うん、本当にステアリングちょっと重くなってきてとか、うん、それぐらいで、特にマイナーなことばっかりですね。なるほど。今のが買ってから一番調子いいですね。あ、そう。え。はあ、エンジンルーム。マジか。エンジンルーム見る。見たい。エンジンルーム、エンジンルームでしょ。見たいね、見たいね。あ、こっち。6発、6発。ああ、なんか昭和のエンジンだ。昭和ですね。うん。昭和だ、昭和。ああ。すごい、なんか古き良き。そうですね、昭和、平成元年。あ、昭和の終わりですけど、でかい。でかいけど、ちゃんとこう、やっぱね、室内にめり込んでますね。うん、面白い。いやー、BMW の6発お家芸よ。ヘッドカバーが昭和だよ。いいじゃん、なんか味があって。すごいなー。シーラカンスみたいな。うん。ちなみにこの車ですね、今車検証上のデータを見てるんですけど、車両重量1350キロ。うん、でフロント720キロ、リア630キロ、ちょっとフロントの方が重いですね。1300キロ、シルビアぐらいだ。おお、シルビア、うん。こっちに開くんですね。うん、ね、昔はでも日本車でもそういうのたまにあったよ。ありましたけどね。まあさすがに90年ぐらいはもうなかったな。スカイラインこうだったよ。うん。行け。今までガチャっと。まあいいんじゃないの？ああ、オッケー、オッケー。なるほどね。パワーがいる、ちょっと。面白いですね。あ、じゃあトランクを見ますか。トランク見せてもらう。トランクどうやって開けるの、押すのかな。後ろシリンダーぼっち、シリンダー押す。あ、開いた。あ、じゃあこのシリンダーを、はいはい、シリンダーを押して、はい、昔の車みんなそうよ。お、意外にトランク広い。なんか意外に広い。こういう見たことない構造になってますけどね。うん、ダンパーが入ってて、へえ。これは入っていいんですか。失礼します。底抜けたりして。底抜けるかもしれないですね。ちょっと注意で。よっ、あ、大丈夫大丈夫。あ、結構硬い、か、あの、底固めです。お、これは、それは8個取扱説明書。8個の取扱説明書。こんなにあるの。あ、てかすごい、すごいよ。前のオーナーさんが全部パーツのリストを本国から取り寄せるために全部ファイリングしてたみたいです、ね。うん、すげえすげえ、うん、それはすげえ愛だな。うん、愛の形ですわ、これは。うん、はあ、すげえすげえ、すごい。平成13年、うん、いや、はあ、これはすごいです。いいんじゃないの、なかなか。え、なんかお風呂に入ってる感じになってる、うん、シート張ってプールにしちゃったらいいんじゃないですか。お、じゃあプールにしちゃおう、うん、水を入れちゃおう、うん、水を入れて、夏だしね。夏だし、そう。ああ、ここで水着グラビア撮る、キルンっつって、そこプールにして、足出しちゃったりして。なるほどね。でも普通にいっぱい物入りそう。うん、うん、ちょっとここだ高いからあれだけど、高い。昔の車はこうだったんですね。こうだったんですね。こういうことですな。うん、お、それ入るかな。高身長の人じゃないとできないわ、そうだね、うん、それは。それ入るの、これはね、ちょっとちょっとむずいかも。ちょっとね、入りそうな気もするけどね。容量的にはあれなんですけど、ちょっとね、これね、ここまであるからやっぱ重かったら持ち上げられない。あ、入りそう、入りそう、入るかな、どうかな。はい、あ、でも入るな、これは入るな。入る入る、あ、家でできる。ゆきさん、家でできます。家で、そう、ゆきさんにね、家でできます。でもよっこいしょだな、やっぱり、うん、よっこいしょ。うわ、なんかやっぱこういう空港へ向かう時も大きなスーツケース持ってで、オープンで空港行ったらちょっとかっこいいかも。うん、かっこいいね。確かに、かっこいいですよね。次の日盗まれてるね。いいんじゃないの。やっぱりこう、かっこいい、美しいじゃないですか、オープンにした時の姿。確かに後ろから見たらめちゃくちゃ綺麗。これかっこいい、伸びやかでいいですね。ああ、うん、まあバブル時代はね、うん、流行ったね。めっちゃハンドルこっちだけど、とりあえず座ってみようかな、うん、あ、BMW らしいこのインパネ。
ナルディ、そう。何をしてんの。でもカチカチですよ、皆さんの。これね、BMW って昔から燃費計がついてたんですけど、これついてるかな。このさら燃費計、タコメーターの下にね、BMW って昔から燃費計ついてる。ほうほうほう。なるほどね。あ、これなんだろう。ここもなんかこう異常があるとこう赤丸がつくようになってて、うん、あ、じゃあ異常はここに出るんじゃなくてこっちに出るんですね。うん、そう。わかりやすいじゃん、ほら、もうパッと見でわかるよ。こういう車がいいな。うん、サイドブレーキ。これは？パワーウィンドウ。あ、パワーウィンドウ。パワーウィンドウ。ああ、いいんじゃないの？あ、でもあれあるんですね。シートヒーター。シートヒーター。まあオープンカーだからね。うん、その上のこの SE スポーツエコ。スポーツエコノミー、うん、で最後はマニュアルっていうふうには聞いてます。あ、3速まで。うん、そっちでも321選べる。だからこれにしてこれやっとけば3速までは。そうそう。へえ。はー、面白い。うん。いや、この時代の機能は面白い。面白いですね。うん、興味深い。じゃあ、土屋さん運転お願いします。お前が運転しろ。いや、ちょっとこれは難しい。ちょっとさ、後ろ座ってみようか。これパリピアクオープンにして後ろにギャル座ってきっとクラブとか行ったんだよ。クラブじゃない、ディスコですね。ディスコ、ね、当時はね。ディスコにこうギャル後ろに乗せて、そうそうそう、ディスコ行った。どう？あ、でもこれでなんかもうあの湘南こうやってやった。湘南流す。いや、湘南楽園ベイベーみたいな感じ。それの歌まだないからね。この時バブルの時はまだない。じゃあまだない。いいんじゃないの。ね、よし、じゃあ走りに行こう。はい、行きましょう。はい、Let's go。車選び .com アンバサダー土屋圭司です。車選び .com の新しいアプリ、これで検索するといろいろサクサク出てきますので、毎日を楽しくね、これをインストールしてほしいなと思います。それではよろしく。愛車のお値段すぐわかる、車選び .com。 はい、というわけで今日はね、オーナーさんと一緒にもう90年代80年代終わりにタイムスリップですね、はい、後ろのお姉さんはギャルになりきってます。ギャルになりたいから後ろに来ました、はい、めっちゃ気持ちいい、はい、まああのボディコン着ないとダメなんだけどね、本当は。本当ですか。この時代はもう、でもちょっとあのウエスト上目のズボン履いてる。ああ80年代っぽい。80年代っぽい。ハイウエスト、うん、ハイウエスト。はあ、ボディコンせねえな。それはね、もうしょうがないですね。ああ、しょうがない。わあ、すごい、なんかあまり自分は運転してる側だから見ない景色ですよ。すげえ、一気に倒れるね、これ、びっくりした。はいはい、はい、いかがですか。はい、走りは重さもあるんですかね、我々の。いやー、まあそもそもあんまりパワー、まあ、170馬力、うん、2.5 リッターの直六 SOHE 170馬力、はい、トルク222ニュートン 22.6 キロ。あ、でも軽快に走るね。うん、ボディ軽い。軽い、そうっすね。軽い。ああ、後ろも意外と快適ですよ。ボディ軽い。全然ね、座り心地もいいよね、後ろも。うん、まあ、この時代はあのサスペンションはフロントストラットのリアセミトレです。おー、セミトレ、懐かしい響きです。うん、うん、よきよき。うん、なるほどね。あとやっぱりスポーツモードとかにしてもらうと、うん、やっぱり回転数変わりますね、だいぶ。あ、じゃあスポーツモード入れますか。じゃあスポーツモードいきます。うん、はい、はい、加速良くなります。おお、なるほど。なんか入れた瞬間に燃費計がこう下触れちゃったんだけど、あ、下側へ。それもそうだね。そうですね、80年代終わりはね、これでみんなで4人で海行ったわけですね。うん、うん、バブルだよ、バブル。バブルですね。やばい、バブル。うわ、いいね。バブル何してました？バブリーだね。バブルなんか何してた。俺セーラーに乗ってた。 M3 とか。 M3 だからグループ A でね、もうだからプロとしてちゃんとポジションを確立したぐらいですかね。うん、まあ、ようやく。まあ、僕は中学生でしたけど。後ろの2人はまだ生まれてない。生まれてないです。全然生まれてないです。うん、あー気持ちいい。気持ちいいよね。もう髪の毛バサバサだけど、そんなのいいって感じですね。
2016年、ルマンにいたな。あ、 NSX でチームクリミツでしたっけ。はい、3年目。そうですか。96年は3位。はい、すごいね。あ、風になってる感じやね。風に乗ってる、うん。まあ懐かしい車ですね。いいぞ、なかなかいいぞ。オープンいいな。オープンね、すごい。あの今の基準で言ったら風の巻き込みがすごいんですけど、すごいすごい、めちゃくちゃ軽快。まあオープン乗ってる感はすごいありますね、うん、その分ね。見てください、この工藤さん。風の巻き込みはすごい。気持ちいい。気持ちいいぜ。気持ちいい、ね、なんかファンサービスできる。みんな私らが車選びドットコムだよ。じゃあなんか優勝したらこれで優勝パレードしようか。あ、優勝したから土屋さんが。土屋さん優勝したぞ。そうっす、シビック、シビックで初優勝。シビック初勝利を。シビック初優勝だよ、うん、勝。熱いですねそれは。なんかこう、うん、あっちは新しい BM がもうこっちに自慢するかのように電動で今屋根を閉めてたよ。ああなるほどね、うん。あーでもカップルでしたね、完全に。カップルだった。カップルでしたわ。なるほど。だいたい一人で手動でやったら20秒ぐらいはかかりますかね。うん、慣れてきて早くなったけど、うん、折りたため式だもんな、うん。まあ、テントだよ、テント、まあ、基本的にこんな炎天下の昼間にねオープンにするのはね、借り物のオープンカーに乗ってる人ぐらいですよ。あー確かに。オーナーは普通はしない、うん。それかめちゃくちゃ今テンションが上がってるから。あー、そう、ハッピーハッピーハッピーみたいな感じでも閉じたいな。夏場だったら夜だとね、夜はそう、夜はいいですね、気持ちが落ちてからですね。そうですね、楽しいね。海沿いはオープンだよ、夏昼間。確かに、暑いっすよ。我慢だよ。何したって暑いですよ、海沿いはオープンでしょ。土屋さん、オープンカー所有したことあるんですか。 S2。あー、S2 ね。あー、でもあれはなんかほら緩いオープンじゃないじゃないですか。オープンはオープンだけど、まあね、これはまあ緩めのオープンで、うん、ね。でもなんか想像つきますわ、当時はなんかパあれじゃないですか、タバコとか吸えるじゃないですか、きっと、うん、タバコを吸いながらペーってやりながら走ってたんでしょうね、皆さん。六本木で、六本木でね、あのこの、まあ、10年後ぐらいに出たポルシェボクスターっていう車は、うん、なんかエンジンが燃えるっていうのが多発したんですよ、日本で。で、原因を探ってみたら、オーナーがオープンにしたタバコ吸って、タバコを外にポンって投げて、それがエアインテークから中にエンジン入ってくっていう。なそれエンジン、車が悪いんじゃなくてオーナーのマナーが悪いんじゃないかっていう。確かに、そういうポイ捨てですね。でもよくよく考えたら普通にダメですよね、エンジンの近いとこで、うん、そう、ポイ捨てはダメよ。ありましたしね、ここら辺に、うん、そう。あ、涼しい。あー、いい感じ、いいですね。加速グーっていく、軽くグーっていく。まあでも当時の 2.5 リッターって結構パワーあったはずなんだけどね。まあでも、まあでも170馬力ですからね、うん、そんなにすごいってわけではないんですけど、うん、まあ、馬力のある車いっぱいあるからな、今、まあ、今とね比べちゃうと30年前の、それはしょうがない、あの車パワーあったってっていうのと今の基準と違いますからね。 あと今日4人乗ってるんで、うん、うん、そうだね。いやいいわ、快適だわ。この安っぽそうな足回りのこう入力がいいね。うん、86っぽくていい、うん、あー、やっぱやっぱドイツ車の86は、じゃあドイツ意外と合ってた。うん、86っぽくていい、この 安っぽい足回りの入力、いい、これがいいわけよ、俺らは。あ、飛行機を真下からこうやって見れるし。おー、アナ、うん、アナ787ですかね、うん、ボーイング787、うん、うちの母親がアナの CA でした、うん、あ、そうか、うん、ちょうどバブルの時、いや、バブル終わった頃っつったっけ。 バブルギリギリ、バブル終わり、うん、してるんだよね。そう、いいなこの剛性のなさ。じゃあもうゆるい感じで、そう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 。この間あのメルセデスの CLE ってあの最新のモデルですけど、うん、そのカブリオレに乗ったんですけど、うん、それもね緩くていい感じでしたよ。あ
なんて言うんだろう、肩肘張ってないんですよ、うん、のんびりこうオープン楽しむのにちょうどいい感じのゆるさでしたね。2つだけ問題あるとしたら、風の音なのかエンジン音なのか分かんないのと、自分の髪が痛い。エンジン音はこれ、正解だけど。やっぱりあれですね、シルキーシックスとは言ってもこの頃はそのシュンって吹き上がる感じみたいのはあんまないんですね。ないない、それはない。ただでも精密な感じはしますね、うんうん、なんかバブルの時ってね、なんかこう女の人がソバージュとかありましたよね。あ、ソバージュとかこう前髪こうやってなんか、うん、なんて言うんだろう、そう、ね、工藤静香さんみたいな、ワンデンボディコンストレート、うん、でもありがたいことに今でも前のオーナーさんと交流がありまして、おたまに長野茅野に行ったりとかして、里帰りみたいな、里帰り、そう、里帰りに E30 を一緒に旅してますよ。だから今回もね、番組で取り上げてもらうっていうのですごい喜んでくれて、 おじゃあ見てもらわなきゃ、ね、小田さん見てる？見てる。いやでもずっとね、5年間苦楽を共にしてきたので、ああまあね、一生じゃあもう手放せない、うん、何かないとね、そう、そしたら大切にしてくれるオーナーさん見つかるといいですよね。そうしたら、いや改めましてありがとうございました。いやいや、こちらこそ、ありがとうございました。これでもう動画100万回ぐらい回っちゃうね。回ってるね、味があるね、見てほしいですね、うん、1日1回見ましょう。味があるぜ。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、他にないならここに来い、車選び .com。というわけで今日はこの六本木のカローラでタイムスリップしてきたわけですが、はい、ドイツ車86、楽しかったですね。まあ、楽しいっていうかね、うん、やっぱこの年代の車は味がある、うん、濃いです ね濃い、そう、悪い言い方をするとボロでだから俺の86もそうなんだよ。こういうギシギシガシガシっていうさ、これが今の車にはない、うんうん、だからこの時代の車ってなんだろう、今考えたらそれが濃い味だったわけよ。あ、なるほどね。そう、で、そうですね、カブリオレじゃないや、これオープンだからさ、うん、もう剛性もないわけよ。ボディ剛性もえだけど、確かに確かに、なんかそれが面白い。そうそう、ゆったり走るにはそれもいいかなっていう、それはもちろん峠ビュンビュン走るんだったらちょっとこんなで剛性がなくてフラフラ走るの嫌ですけど、うん、だけどこういうオープンはさ、ガンガン走る車じゃない、そうそうそう、優雅に走るんだらこういうのも ね、そうそう流してね。ギャル、平成ギャルじゃない、昭和ギャルのお姉さん、どう？昭和ギャルのお姉さん、髪の毛バンバン痛かったんですけど、でも楽しかったですよ。ギャルっていうマインドになりました。ふーっつって、あのセンス持って、センス持ってディスコ行かないといけないから、こういう感じがもうドラゴンボール GT って感じですよ。今はクラブだけどね、昔はデスコで、デスコだよね。あの昔だから、そう、今ね、当時の映像とか出てくる、あの台の上でこうミニスカートでボディコンでそうセンスしてた人はもう還暦ですからね。ああそっか、うん、ミニスカートパンツ見せて見せた人たちはもう還暦ですよ。時代は変わるんです、流れるんです、ね、はい、ということで、よかったらいいねを押してください、登録もお願いします。バイバイ。味濃いぞ。